全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何がいきますか。最内から押して1番彼の知らない街、2番手5番クリオカレース、3コーナーに差し掛かろうとしています。9番ダイバックキオニー好位をキープ。これを見るように内側6番クロノトップロード、内側2番ヌクマムスワロー、1番人気4番大劇この位置。これを見るように外側7番サオリアイシャドウ。 600m の通過タイムは34秒7。外から上がるのは吸い込みザンディ。4コーナーカーブから直線に向きます。ここから最後の直線勝負。400を切って先頭クリオカレース、その後大劇、追いすがる大劇、大劇突っ込んでくる。ここから坂を駆け上がる大劇、粘っている大劇、さらに差を広げにかかる大劇、押し切ってゴール。勝ったのは大劇、鞍上は松山晃平騎手。大劇ブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着以下は混戦となりました。